はいどうもこんにちは、青木です。現在僕は京都にいます。ここは京都駅前ですね。京都タワーを、見ていただいております。で皆さん、京都から大阪に行く交通手段って何が思い浮かびますかね。まあ、実はね今から僕もう京都で用事終わったんで大阪に帰らないといけないんですけども、まあ、京都駅からやったらね新快速で、ね、30分ぐらいで大阪に行けてしまうよというふうに、ねまあ、思いつかれる方も多いと思います。でもね今日はちょっと時間があるのでね、であとちょっとロケいろいろやって疲れたんで、まあ、ゆっくりくつろぎながらね、大阪に帰りたいなというふうに思います。で、まあ、ゆっくりくつろぐというとね、まあ、京阪電車のプレミアムカーで帰るっていうのがね、まあ、思い浮かぶと思います。まあ、京阪電車に乗ろうと思ったらここからですね七条駅ですね、そこが一番近いんですけども、まあ、そこまで行かないといけないし、またねプレミアムカーって言っても、まあ、30分も40分もしたら京橋に着いてしまうんで、もっとね長いことねくつろぎながら京都に大阪までね行きたいなというふうに思っています。でそう思ってたらですね実はね京都駅から大阪まで高速バスが出てるんですね。でそれがね、まあ、1時間、20分ぐらいで行くということでちょうどいいなというふうに思ったんですよ。でこの高速バスねなんと大阪の難波まで行ってくれるんですよ。京都からね難波まで直で行ける交通手段ってこの高速バス以外にはないんですよね。今回はその高速バスを皆さんにご紹介したいと思います。でその高速バスなんですけども今いるのが京都駅の烏丸口で、反対側の京都駅の八条口という新幹線側のね出口の近くから出るということなんで、そこまでまずは行きましょう。はい、ということで京都駅の八条口に出てきました。ちょうどねあそこに新幹線に乗るとこがあるんですけども、その前に551の豚まんのお店があってね、すごい多くの人でね、列になってます。多分ね皆さん東京の方とかね、あとまあ博多の方とかにね帰られる前に、ここの551のね豚まんを買って帰ろうというそういう算段なんだと思うんですけどもね。いや京都にもねこんな感じで遠くから人が戻ってきてるんだなということがね、まあ、遠くから人が戻ってくるって変ですけども、旅行客の方が戻ってきているというようなそんな、ことなんでしょうか。さあではですね、私たちは、バス乗り場に行きたいと思うんですけども、八条口を出てこの道路を渡って、でこちらがですね今アバンティという駅ビルが見えていると思うんですが、アバンティの奥にですね、アバンティよりも奥に、バスターミナルがあるということで、そちらに向かいます。はい、渡ってきたところです。新幹線が、ね、見えてますね。でこれがですねバス乗り場の案内図なんですけどもね、京都駅のバスターミナルメインはね烏丸口の方なんですけども、八条口側にもねいっぱいこんな感じで、バス乗り場がありましてですね、本当に場所をね気をつけてね探さないといけないんですけども、私たちが乗るバスっていうのはちょうどねこの飛行機のマークがついてるんですけども、関西空港に行くリムジンバスと同じところから、出るということで、それで覚えておいていただければと思います。でさっきアバンティの奥って言いましたけども、このアバンティのね前なんですね。はい、なのでこのアバンティの前にバスターミナルがあって、そこから出るということです。はい、ということでこれがね、アバンティですね。このお手洗いもねあるんですね。はい、こちらバスターミナル出てきました。こう主にね京阪系列のねバスが出発するところになっているようです。はい、でちょうど映してたこのバスですね、これがですね、私たちが今から乗る、ダイレクト直球京都号というですね、バスになっています。で、これね結構な人がね乗ってて、もう大繁盛なんですけども、難波がね終点になっているんですけども、途中にね枚方とか京田辺市内の、停留所に泊まりまして行くということで、京都からねそういったところへのアクセスも、になっているというような形になっております。難波行きましょう。
ということで無事に直急京都号は難波のオーキャットのバスターミナルに到着しました。はい、ここはですね JR の難波駅に、直結しているところということで、で地下街を通って難波の中心部の方にも行けるというね結構便利なところになっております。じゃあ JR 難波でエンディングしたいと思います。はい、エンディングです。ということでいかがでしたでしょうか。京都から、ここ難波まで高速バスに乗ってみました。まずね何よりも景色がねすごかったですよね。京都駅を出るときにね大きな虹がかかっててね、虹とともに出発したと、虹を見ながら出発したというような感じだったんですけども、途中のね、片野市とかねあと高速京田辺とかあの辺のね住宅地の風景から、一気にね高速乗ってこんな街の風景に変わってくっていうところもねすごい面白かったんじゃないかなと思います。で運賃はですね900円になっています。はい、なので、京阪の、ね、プレミアムカーに乗って、大阪から京都に移動するのと、まあ、大体同じぐらいの値段になるんですね。でそれでいて京阪とかで行けない難波に来れるっていうのはね結構、お得なんじゃないかなというふうに思います。バスの座席も結構快適でしたね。京都から大阪に移動するのでね鉄道で特に、JR の新快速なんかがめっちゃ早かったりするんで、まあ、そっちが、ね、メインになってくると思うんですけども、やっぱりねこうやって時間かけてくつろぎながらね京都大阪間を移動したいとか、あと難波に、ね、直で行きたいっていう方はこのバス非常に便利だと思いますので、ぜひ、ね、使ってみてください。それではご覧いただきましてありがとうございました。